ます、はい、大変です、はい、会った瞬間にレナチさんスカート履いてないのかと思いましたいや今日はもうね春になると思ったからめっちゃあの薄着で行こうって思ったの、遠くから来て、そう、そしたらまさかのね、いやミニスカートなんですけどねそしたらなっちゃんにスカート履いてないって言われました本日はレナチさんをこの川西地元紹介するツアーでございます、イエーイ、ということで、はい、私は兵庫県川西市に住んでもう20年ぐらい、そうなんですよ、ですね、いや、というのはですね、はい、なんと私のねこのチャンネルで、はい、1年前に、はい、なっちゃんに川西をご案内いただきまして、はい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 、であのすごいなぜか再生回数が一番伸びているというね、であのもっと川西のこと見たいというご意見がありましてですね、はい、あの撮らせていただくことになりました、急遽企画しました、今日は、3カ所行きたいなと思って、ちょっとねハードなツアーになりますけれどもまず1個目お昼なんで、はい、ご飯を食べに行きたいと思います、はい、ここでですねまずお詫びをしたいと思います、はい、今日行くところなんですけど、はい、兵庫県の川西市お隣の稲川町のおすすめになっちゃった、はい、川西やと思ってたんですけど、そこ、はいはい、よく調べたら、はい、稲川町川辺郡って書いてあれ？あれ？川西じゃない？川西じゃなかった。でも、はい、でもこの川西のせがちゃんの駅から、バスでも行けるところなんですけれども、とっても美味しい自家製パンが食べれるイタリアンをまずはご紹介したいと思います。あ、楽しみ、はい、そしてあのね平日に行くのが大事なんです、お休日の美味しいんですけど、はい、平日はお得なランチ、楽しみ、はい、レナスにまず、お稲川町から始める、稲川町からです、スタート、クシャとキャンサイつながりビビ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 つながり TV レナチだよ、クシャと関西つながり TV、 ちょっと待った、秋晴れだろ、クシャと関西つながり TV ナチチだよ、ということでですね、はい、今日はなんと、はい、川西をご紹介いただける企画ですなんですけど、はい、あの違うんですよ、はい、お隣稲川町の、はい、紹介なんですけどこのオープニングは全くこう触れず、はい、ナチュラルに入っていくね、これなっちゃんがね、はい、またジャックされました、はい、ナチチです、ナチチです、ナチです今日はですね、あの私がめちゃくちゃ利用している、イタリアン、レストランっていうのかな、レストランカフェトリトンにやってきました。でここは調べたんですけれどもチェーン店ではなくここがもう本店っていう感じで、はいはい、トリトンはあのパンがすっごく美味しいんですよ。でこちらもうそのまま中でも出入りできるようにパン屋さんがつながっている状態、つながりパン屋、ピピ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 ピ、つながってる、はい、もうレナちゃんのつながってる、つながってるっていうのすごい好きなんです今日はねあの平日のランチをここでレナちゃんに紹介したいなと思って来ていただきました。楽しみ。あのね皆さんまず注目していただきたいのがレナちゃんのスカートなんですけれども、これ多分うちが来ても膝丈なんですよ。ヘナチ知ってました、はい、むっちゃ足長いんですよこれ岡山で気づいたんですよ。お同じ制服を注文したはずやのに私膝丈、ヘナチ膝ここら辺の、はい、身長の差もあるから、いやあの足は長い人はこっからここが長いんだって。そうなんだ。多分私レナチの半分ぐらいしか見えないっていうぐらい足長いで、ファンの人は足フェチですかフェチなんですかはい、ということで今日はレナチのサービス足元は、まあ、たまにしか映しません。
はい、たまにしかしませんけど、今日はレナチさんがこのお店を気に入ってくれるかちょっとドキドキしながら入っていきたいと思います。はい、ということでお店に入ってきました。イエーイ、ササモです。ね、ランチメニューというのがこちらです。はい、はい、でこれがピザのセット、パスタのセットと、これは何だろうかな、日替わりの一品物っていうんですか、ね、ランチだから、写真に騙されてはいけないんですよ、うん、ね、ハンバーグって書いてましたね。騙すつもりだったんですね、この写真は。そう、あれ鮭かなって一瞬思ったけどハンバーグです、はい、ハンバーグか、はい、もう一個選べ、あ、選べないの今日は、選べなち話していきたいで、パスタで、今迷ってるのがメナツはパスタが1個、そうですね、はい、で1個はピザしたいなと思って、はい、ピザも美味しい。そう、ちょっと悩んでいます。どうしましょう、ハンバーグする、美味しいだろうね。あ、何かまだこれ、読めない感じ。巻きじゃなくて、ね、ということで、じゃあみんなで分け分けしたいと思います。あ、これパンが食べ放題、パン、スープ、フリードリンクです。いいですね、なちち映らない、映らない、下ネタ、下ネタだから、ブブブブブブ。巻きって、巻き巻き窯ピッツァ、あ、ね、巻きが結構有名だったりします。あ、そうなんですね、知りたい、そうなんだ、後で情報送ってきます。はい、はい、レナチだよ。本日のスープはベーコンとキノコ、いろいろ野菜、コンソメスープです。これが結構いっぱい入ってる、美味しそう。こちらですね、グリルチキンをバルサミコで味付けした分ですね、小松菜のアーリオオーリオ、あとこちらベーコンとキノコの、マリネでございます。でこちらモルタレーナというソーセージでございます。あとツナとポテトのサラダで本日はご用意しております。失礼いたします。ありがとうございます。美味しそう。はい、パスタが来ました。今日はミートスパゲッティです。美味しそうですね。ハンバーグが来ました。手作りハンバーグ、美味しそう。プラスと白菜とケッパー、ケッパーとは白菜、酢漬けにしてある、酢漬けにしてる、粒状の、あ、じゃあ見えないんですね。あ、これですか、こちらのこの、あ、あ、そちらがケッパーなんですね。あ、初めて、ありがとうございます。ピザをカットする時のコツは、私はね、ピザを切ってきて50年、もうこれも思い切りなんですよ。もうガッと迷いなくいく、ケーキと一緒、容赦ない感じで、でも50年も生きてないんですね。年が転々としますね。梅町さん、60歳とかします2倍すっごいチーズがね、ムニムニ言ってる、ムニムニ。これはあったかいうちに食べたいですね。いや、食べてほしいですね。それなんか冷ましてから食べるっていうのはあるんですか。いや、なんか、あ、冷めちゃったみたいな。ダメですね。そう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 、これはもう、で思った以上にシラスが入ってる。このまま。シラスってすごい。シラスがすごい大量殺人。可愛らしい、愛よ。
ちょっとだけ切れてる。あんよみたいな。無視してください。あ、すごい綺麗に抜けていただいて。はい。できました。食べやすくします。ありがとうございます。レナチだよ。はい、ということで今ですね、イタリアン料理トリトンさんでごちそうをいただいてきました。イエーイ。いやーもうね、イタリアン料理ボリュームありすぎちゃって次の目的地に向かいたいなと思います。はい、次はちゃんとあの川西です。次はどこに向かうんですかね。今ちょっとナビをね設定してくれてます。